秋田県は秋田県原産の日本県の一種、国の天然記念物に指定されている、日本県種のうち唯一の大型県種である。日本県の最北系、中北系、南方系の三種のうち、秋田県は最北系に属する大型県である。元は大立県と呼ばれていたが、1937年7月に国の天然記念物に指定された際に、 秋田県として指定されたことから以後この名称が一般化した。日本人の間では中堅、八甲のエピソードで有名であり、主人に忠実な家庭犬の品種として広く知られている。大宇山脈一帯で狩猟犬として飼育されていた、またぎ県や大館地方の地県をもとにして作られた犬であり、平成に入っても秋田県家を中心に家庭犬としての愛好者が多い。 秋田県と読まれることも多い。これを、もともと、秋田県と読んでいたが、秋田県と同音であり、混同を避ける目的で呼び分けるようになった、ためとされている説があるが、これは偶然発音が似た、ことから後付けされた俗説であり、半省時代から歴史的に、またぎ犬、大館犬、秋田犬と変遷しつつ呼ばれてきた伝統が見直された、ものである。一部自治体では、 特定県に指定され、檻の中での飼育が義務化されている。明治時代に養犬との交配による品種改良により大型化している。秋田県協会から山崎学園大学に寄贈された1950年代の昭和25年頃から昭和末期の1980年代にかけて秋田県を撮影した8ミリフィルム動画438本によると、かつては 耳が折れ曲がっていたり、体毛に、チ模様があったりする要件の特徴を持った、秋田県がいたことがわかる。このように歴史的に他犬種の影響を受けてきた犬種ではあるが、2004年にアメリカ合衆国の研究チームが、犬と狼での DNA を比較した調査によると、調査対象になった世界の85種類の犬種の中で、秋田県は、シャーペー、柴犬と、 ちゃうちゃうに次いで狼に近い犬種であることが判明している。古代犬種の系統樹秋田県の祖先犬は、秋田またぎ犬と呼ばれるまたぎ犬である。秋田県は近世には、武士や豪農によって、万犬として飼育されていた。江戸時代、出羽国北部の秋田地方は、佐竹氏によって治められた。佐竹氏は、関ヶ原の戦いでの日和見的な態度により、 日立国から転放された戸山大名であり、江戸幕府によって藩内の築城や武力の向上が厳しく警戒された。このため慶長年間の1630年頃より藩士の闘志を養うためとして刀剣を奨励した。佐竹家では、久保田城の佐竹宗家を中心として、一族の東や、西家、北家、南家を、それぞれ久保田城か大、大館、 角野立、湯沢に敗した。佐竹西への治める大立地方では特に刀剣が盛んとなり、体が大きく強い犬を望む、人々の手によって、またぎ剣と土着剣などの交配が行われ、秋田県の原種となった。時代が移っても、秋田の刀剣熱は衰えず、明治時代になると、他の地方の剣種や、外国産の大型剣種との交配が、積極的に行われるようになった。 1897年頃からは、秋田と並んで刀剣の盛んであった高知県から、土佐県が入ってきており、さらに日清戦争以降は、南からふとへ渡った人たちが持ち込んだ、カラフト県や北海道県も入っている。一方、要件種としては、まず大館に近い小坂道山のドイツ人技師の飼い犬であったマスティフと思われる犬と、明治中期以降には、 ジャーマン・シェパード・ドッグやグレート・デーンなどとの交配も行われた。これによってリツミミ、マキオといったスピッツタイプ本来の特徴が失われた犬は、旧来の秋田またぎに対して新秋田と呼ばれた。江戸、明治と盛んに行われた刀剣も、明治末の1908年に至り、社会的弊害に鑑みて、ついに秋田県下に刀剣禁止令が発令された。 警視庁が、刀剣、刀剣、刀牛を全国で禁止するのが1916年7月26日のことであり、それに8年も先駆けての禁止令は、県下での白熱ぶりを忍ばせる。要件との雑化によるタイプの乱れに、刀剣禁止令、要件人気の高まりなどが重なって、秋田県にとっては不遇の時代がしばらく続いた。大正時代に入る頃から、 学識者や関係者によって、秋田県を保存すべしという世論が高まりを見せた。保存運動の中心となったのは、雑化を危惧した、当時の大館町長らである。このような動きは、秋田県に限ったことではなく、明治期の博来文物変調や、交通の自由化等による、要件等との雑化と、その反動としての保存運動は、全国の日本県に関する共通の動きだった。 このような流れの中、1919年には、種族保護に関する法律、すなわち、史跡名称天然記念物保存法が発布された。同法の制定に向けて、中心となって動いた、渡瀬正三郎は、当時の日本圏保守運動の中心人物でもある。渡瀬らは、翌1920年、内務省の視察団として、秋田県の調査のために、大館町を訪れたが、 この時はタイプの雑化が甚だしく天然記念物への指定には至らなかった。私は1922年の動物学会において日本県の起源についてと題する発表を行ったが一番の議論の焦点は秋田県であったという。これ以後、同行者による秋田県の繁殖改良、再作出への取り組みは一層勢いを増し、 大観町町は自身が所有していた純血の秋田県有一匹と周辺の純血のメス犬4匹を交配させ、さらにかつて町長が山形県知事に送ったオス犬のもとにもメス犬を連れて息き交配させるなどした。1927年5月には町長らによって秋田県保存会が設立された。日本県保存会が東京に設立されたのはこれより1年。 遅い1928年6月のことである。保存会の設立以降、秋田県復興への取り組みはいよいよ本格的になり、1931年春の株木時キらによる再調査を経て、同年7月31日、9頭の優秀県が秋田県として国の天然記念物としての指定を受けるに至った。これは日本県としては初の天然記念物指定である。 この一年後の1932年10月4日、帰らぬ主人、上野秀三郎を渋谷駅で待ち続ける秋田県中堅、中県、八甲が日本県保存会所大会長である斉藤博吉の寄候によって、いとしや老犬物語として朝日新聞に報道され、注目を集めた。二年後の1934年4月には東京渋谷の駅頭で、 八甲像が除幕されている。八甲は翌1935年3月8日に11歳4ヶ月で死亡したが、主人に忠実な秋田県は中堅、八甲の名と共にますます世に知られることになった。 この1934年頃から秋田県保存会は犬籍登録を実施。1938年には秋田県標準も制定され、展覧会も開催されるようになったが、これは太平洋戦争の勃発によって一時中断されることとなった。日中戦争から太平洋戦争に至る時代の食糧不足ことに、 大戦末期と終戦後の深刻な食糧難は、大型県である秋田県の保存に、甚大な被害を与え、秋田県の数は激減した。餌として与えるものも、わらびのりや、片栗でんぷん、野菜類など、植物質のものがほとんどであり、どうにか生き延びても子が生まれなかったり、生まれた子犬も、栄養失調でうまく育たず、 ようやく育っても、ジステンパー等の病気によって、多くが死んだりしたという。大型犬であれば、その分必要とする食料も多くなるため、犬に餌をやるだけでも、国族呼ばわりされたという時代であった。大きな犬は目を引く分、風当たりも強かった。戦時下では、軍用の防寒医療として、犬の毛皮を使用したため、軍用犬となるジャーマンシェパードドッグ以外の犬には、 捕獲命令が出されていた。その捕獲を逃れる目的で、ジャーマン・シェパード・ドッグを荒廃したことが、秋田県の巡化を後退させることともなった。1945年の終戦の時点では、血統の正しい秋田県は、愛犬家の非常な努力により残された、わずか十数頭に過ぎなかった。これらの犬を土台として、戦後再び純血師としての繁殖固定が行われた。 ヘレン・ケラーへの贈呈のエピソードや、連合国軍のアメリカ軍兵士らが、体が大きく愛らしい顔つきの秋田県を好んで、飼ったこと、戦後混乱期に番犬としての需要が高まったことが、相まって、秋田犬は、ちょっとしたブームとなった。このため、この時代は、雑誌化したものまでが高い値段で売られ、1955年頃までは、様々なタイプの秋田犬が、繁殖、 販売されたという。この当時広く出回った太く大きく雄大ではあるが、顔、色、体の作り等に戦時中に交雑したジャーマンシェパードドッグの特徴を半ば残しているものを出和系と呼んでいる。この頃、全犬種団体共同の展覧会でトップになった混合号も出和系であり、秋田県保存会においてさえ混合号の子で同じ出和系の金調号が 名誉賞を受賞している。出話系には繁殖力の強さもあり、昭和20年代を通して、秋田県会を席巻する勢いがあった。しかし、その一方では、わずかな純血種の個体を土台として、マスティフやジャーマンシェパードドッグ等の外来犬の特徴を除去して、本来の秋田またぎ犬に近づける努力が、保存会を中心に続けられた。改良、繁殖、 指導への取り組みが身を結び、大型犬種としての固定化が実現したが、1955年頃からは、この一ノ関系が秋田県の主流となった。やがて、出輪系の犬は、国内では、ほぼ完全に排除されることとなった。一方、占領軍兵士の帰国とともに、アメリカに渡った当時の秋田県の子孫は、現在、アメリカン秋田として、アメリカをはじめ、 世界各地に広がっているが、これらはほぼ全てが、出話系の血統であると言ってよい。多くの地域では、その当時の犬の子孫がそのままに飼われており、かつての占領軍兵士は、秋田県の中でも特に体格の良い、いわゆる熊川型の秋田県を持ち帰ったことより、一の関系が主流となった、日本の秋田県とは外観などがかなり異なっているので、独自の県種とみなされている。 例外的にアメリカ西海岸の実は1969年に秋田県保存会の支部が作られ毎年の展覧会や継続的な指導の結果日本と変わらなくなっているその後秋田県は全国的に飼育されるようになり2010年代に至っている1977年には秋田県保存会創立50年を記念して日本の研修団体では 唯一の博物館機能を持つ秋田県会館が大館市に建設された。秋田県は観光客誘致のシンボル的存在として扱われることもあり、2016年に大館市で発足した観光地経営組織は秋田県ツーリズムと命名された。2018年4月には飼い主の死去などで放棄された秋田県の新しい飼い主探しなどの拠点。 秋田県ステーションがエリア中1に開設された。秋田県は飼い主以外の市民や観光客にも人気がある。秋田県内の展示施設は2018年に7カ所、増えて12カ所となった。公開されている犬の過労やストレスといった問題も起きており、施設の運営団体などが2018年10月に秋田県ネットワーク会議を設立して、ノウハウの交換や、 犬の負担が少ない触れ合い方の情報発信などに取り組んでいる。1937年来日していたヘレン・ケラーが秋田を訪れ記念に秋田県を所望した。そこで秋田警察署の小笠原巡査部長が連れてきていた子犬が送られた。神風号は初めてアメリカに渡った秋田県である。しかし、渡米から二ヶ月で神風号はなくなってしまったため、 再度、1939年に、小笠原市から、県産号が送られた。彼女は1948年の、再来日時に、秋田を再訪して、社意を表している。中堅八甲が縁で、秋田県大立市、東京都渋谷区、三重県津市、山形県鶴岡市で自治体間の交流がある。ザギトワラと秋田県、マサル秋田県の地区県団体は、以下の通り、 背景が灰色の団体は現在活動していない。5月3日に開催される品評会では審査基準として尻尾が円を描く、歯並び、耳が立つかなど60項目が存在する。1953年発行の2円切ってありがとうございます。